中村寺根治軌道。中村寺根治軌道は、岩手県西岩井郡平泉町の中村寺にある、平安時代後期建立の仏像である、欧州藤原氏初代、藤原清平が、天寺元年、1124年に建立したもので、平等院報道と共に、平安時代の浄土教建築の代表例であり、当代の技術を集めたものとして国宝に指定されている。道の所有者は、 宗教法人金色院である。なお、中村寺の歴史や金色、堂以外の建築、文化財等については、別項、中村寺を参照。金色堂は、中村寺山内のやや西寄りに東を正面として立つ、片三軒、正面、側面ともに、柱間が三軒、平面の一辺が5.5メートルの小型の、仏堂である。銅は、 1965年建設の鉄筋コンクリート造りの副道内にあり、ガラスケースに収められて外気と遮断されている。金色道は、欧州藤原氏の初代、藤原清平により建立された。胸着に、天智元年、1124年の年次とともに、大団3位、藤原清平、女団の安倍氏清原氏平氏が、 物のべき吉国を大工として混流した旨の牧書があり、この年が混流年とされている。2006年に奈良文化財研究所は解体修理時に取り外されていた金色堂の部材をデジタルカメラを使用した年輪年内測定法で調査した。その調査報告によれば、金色堂に使用された木材の伐採年代は1114年から16年頃とされ、 上記の混流年代は、科学的にも裏付けられた。欧州藤原氏滅亡直後の文治五年、1189年、中村寺共造別当新蓮が、源の頼朝に差し出した、地頭以下注文、東鏡ま書集には、当時残存していた、中村寺の道具が書き出されているが、その中に、金色道上下四平均は皆金色なりうんぬんの、記載があり、当時から、 金色堂々と称されていたことがわかる。平面は正面、側面とも三軒で、正面の柱間すべてと、側面の前端の間、背面の中央の間を板扉両開きとし、残りの柱間は横板壁とする。柱は円柱で、地投げし、内乗り投げし、頭抜きを用い、組物は三と、中備えはカエルまたとする。抜きは二軒。 茂たるき、蓋の木重たるき。屋根は、方形作り、ピラミッド状の屋根形で瓦型の木材で吹いた、木瓦吹きとする。建物周囲には縁を巡らすが、降乱や階段はない。内部には4本の柱、入り側柱が立ち、その内側が内陣、外側を外人とする。県面気法で表記すれば、一見紙面であり、典型的な阿弥陀堂建築である。 内陣には、金庫や失原で飾られた趣味団を、前方2本の柱より、やや後退した位置に設ける。外陣の右奥と左奥、西北愚と西南隅にもそれぞれ趣味団を設けるが、これらは合設されたものである。入り側柱間は、梅、扉やとのないかもい、投げし、頭抜きで繋ぎ、各柱上に3との組物を置き、組物間にはカエルまたを置く。 入り川柱、川柱間は、つなぎ工業でつなぐ。天井は、内人が折り状小祖角天井、折り上げこぐ未合天井、外人はたるきをそのまま見せた化粧屋根裏とする。三つの趣味壇の上には、阿弥陀三尊像等の仏像を安置する。詳しくは後述。趣味壇内には藤原四代の三浦化死大隊が、安置されており、中央壇に清平、右壇、向かって、 左に本平、左段、向かって、右に秀平の遺体が収められ、右段には、安平の死宮も収められている。遺体は途中に埋葬されているのではなく、木製金箔張りの棺に収められて、道内に安置されていた。このように、金色堂は、阿弥陀堂建築であるとともに、藤原清平、後にはその子孫も、の遺体を安置する墓堂、平等としての性格を有している。 なお、左段、右段のいずれが先に増設されたか、いずれの遺体が元平及び、秀平のものであるか等については後世に混乱が生じているが、これについては口述する。金色銅の名の通り、銅は内外ともに総金箔張りで、扉、壁、抜きから円や床面に至るまで漆塗りの上に金箔を貼って仕上げられている。ただし、 木か部分のみは解体修理時に金箔の痕跡が確認できなかったため金箔張りとしていない。道内に立つ4本の柱、入り側柱は薪柱と称し、火場材の八角柱の周囲にかまぼこ状の形をした杉材を貼り付けて円柱に仕立てている。これは柱の表面を漆工芸で装飾するためであるととともに日割れを避けるための措置である。薪柱には マキ絵と螺伝で放送下門と仏像が表されている。仏像内部に壁画ではなく漆工芸で仏像を表現しているのは日本でも珍しい。各柱は床に接す,する部分に連弁系の根巻金具がある。柱本体はいかけ地に螺伝で放送下分を表した細い帯が5箇所にあり、これによって4つの区画に分けられている。このうち 上の三つの区画には、剣でき絵、研ぎ出しき絵で菩薩像が表され、一番下の区画には、螺殿で、大ぶりの放送家縁門が表されている。各柱に表された菩薩像は四体三段、計十二体で、堂内の柱四本に計十八体が表されている。これらの菩薩像の尊名や主題については、諸説あり明らかではない。なお、本の柱のうち、 後方の2本は解体修理時の復元である。オリジナルの柱は、普及が進んでいたため解体修理後に再使用されず、別途保管されている。内陣の胸、投げし、頭抜き、酸と、カエル股などの部材には、いかけ時に、螺鈿で、包装花分を表す。胸と、投げしは、螺鈿のほか、両端と中央に、銅板スカシボリ放送花分の飾り金具を取り付けている。 天井は全面金箔張りの上に角、辻、中央の部材の交点には銅板透かし彫り包装下分の飾り金具を取り付け、その中央に白銅鏡を飾る。中央段、左段、右段の各天井中央には木造透かし彫りの天蓋を吊るが、これは解体修理時の復元で、オリジナルの天蓋は別途保管されている。趣味段の側面は、 ゴ座間を設け、銅板打ち出しの苦弱文で飾っている。なお、趣味団の側面の装飾は、中央団と左右団とで技法が異なっている。中央団では金鉱による装飾が主で、上がりか町、下が町、塚は、と金銀の包装が透かしぼり金具で飾られ、角狭間周囲の羽目板も、銅板打ち出しで装飾されている。これに対し、左右団では、 以上の部材の装飾は主に螺鈿で表されている。趣味壇上の降覧については、中央団では、檜の,の芯材の上にシタンを張ったシタンチラデンとするのに対し、左右壇では、道内の他の場所と同様のイカケチラデンが用いられている。中央団の降欄では、角材の辺の部分に線状に切った造毛を張っているが、これらの造毛が、鑑定の結果アジア像ではなく、 アフリカ像のものであることが判明している。これは、北方貿易により大陸経由で輸入されたもので、このことからも当時の欧州藤原市の財力と勢力の高さを伺いちことができる。道は建立当初は屋外に建っていたが、建立の数十年後には建物を風雨から守るための切りよけのような施設が作られ、やがて昭和元年1288年、 鎌倉将軍、コレヤス神道の命令で金色道を外側からすぽり包む形で副道が建設された。現在の金色、道副道は1965年に建設された鉄筋コンクリート造りのもので、金色道はこの副道内のガラスケースに収められ温度、湿度が調整されている。様式的に室町時代の建築と考えられている木造の旧、副道。 重要文化財は金色堂の北西に移築されている。金色堂は長年の間にネズミなどの害にあったり、金箔が剥げるなど劣化が進んでいたため1962年から1968年にかけて解体修理が実施され、混流当初の姿に復元されている。解体修理後、強度の点で再使用できなかった部材は別途保管され、一部は副堂内に保管されている。 1986年から1990年にかけて、副道の改修工事が行われ、ガラスケースも更新された。金色道は1897年、明治30年、当時の古社寺保存法によって、特別保護建造物、現行法の重要文化財に相当に指定。1951年、文化財保護法による国法に指定された。なお、 金色堂については、しばしば国宝建造物第1号として紹介されるが、金色堂と同じく1951年6月9日付で国宝に指定された建造物は他に36件ある。同日付で国宝に指定された建造物のうち、地理的に最も北に位置する金色堂の指定番号が1になったものである。金の趣味団内には、 藤原清平、元平、秀平の見入ら化した遺体と安平の子球が収められている。金色堂には中央段、左段、右段の三つの趣味段があり、各段に一体ずつの遺体を安置する。次伝では中央段、左段、右段の遺体が順に清平、元平、秀平のものとされていたが、1950年に実施された学術調査の結果からは、 自伝と逆に、左段の被創者が秀平、右段の被創者が元平であるとするのが定説となっている。安平の主宮、自伝では、弟の忠平の主宮とされていたを収めた首桶は、右段に安置されていた。なお、ここで言う、左段、右段は、本尊から見ての、左、右であり、配管者の視点では向かって、左が、右段、向かって、右が、 左段である。また、方位を関して、左段を正北段、右段を正南段と呼ぶ場合もある。三つの趣味段のうち、中央段が最初に作られ、左段、右段が五節であることについては研究者の間で異論がない。しかし、左右段の増設時期については、右段が先に作られ、左段は後に作られたとする説と、 左右段とも同時に増設されたとする説がある。さらに、後者の説については、左右段とも、元平の時代に作られたとする説と、左右段とも、秀平の時代に作られたとする説とがあり、いずれも、定説とはなっていない。元平は、方言2年、1157年頃に没し、秀平は、文治3年、1187年に没しているので、各人の没年前後に、 右段、左段がそれぞれ増設されたとすると、両者の間には約三十年間の開きがあることになる。右段と左段とを比較すると、角狭間の衣装や天井の思考方法などに差異が見られるものの、その差異は微妙なもので、これを時代の差か、後人の個性や技量の差とみなすかは意見が分かれている。藤原四代の遺体と副葬品については、 1950年に、朝日新聞文化事業団による学術調査が実施された。調査は、朝日奈定一、理学博士を団長とする調査団によって行われ、美術史のみならず、人類学者の長谷部原人、微生物学者の大月虎を、ハスの研究で知られる、植物学者の大賀一郎、地元岩手県の郷土市における先駆者として知られた。 社会経済史学者の森加平奈の専門家が参加し、遺体についても X 線撮影を含む科学的な調査が実施された。調査の結果は、中村寺と藤原四代という報告書にまとめられている。X 線画像診断を担当した、樽沢三之助、樽沢三之助の所見によれば、中央団の遺体が最も高齢で、死亡時推定年齢70歳を超え、死因は、 脳一血等の疾患で、左半身に麻痺があったとみられる。年齢的には、右段の遺体はこれに次い60歳から70歳。死因は骨髄炎性脊髄炎と推定される。左段の遺体は3体の中では、比較的若く60歳前後で、長期間患ずらっていた形跡がなく、早年期に卒中などの疾患で急死したとみられる。今日では、中央の遺体は清平。 右段の遺体は元平、左段の遺体は、秀平のものとするのがほぼ定説で、これが正しいとすれば、自伝とは、左段、右段が逆となっている。ただし、元平は、正確な少年は不明ながら、50歳代で死亡したと、見られ、常実の診断結果と合致しないことから、一体に関しては、初伝通り左段イコール元平、右段イコール、秀平とする見方もある。 遺体がミイラ状になって保存されていることについて、何らかの人工的保存処置によるものか、自然にミイラ化したものかは解明されていない。学術調査団の一員である、長谷部玄人は報告書、中村寺と藤原四代の中で、遺体に人工的処置が加えられた形跡はないという見解を述べている。それに対し、古畑種本は人工加工説を唱えている。遺体には、 内臓や脳症が全くなく腹部は湾曲状に切られ、後頭部には穴が開いていた。裂け目にはネズミの歯型がついていたが、木管三個とも後頭部と肛門に当たる底板に穴が開けられており、その穴の切り口はきれいで、腐敗した内臓、体液をはじめとするお物が流出した痕跡はなかった。男性生殖器も切除されており、加工の痕跡は歴然であるとした。 古代文明の謎をと、発見後ミイラは語る、毎日新聞出版の中では、内臓が残っていないのをネズミに食べられたためとするら、内臓の大型、食べ残しすら残っていないのは、むしろ不自然であること、葬る際に遺体が腐敗して道内に腐敗臭が充満することや、うじ等が発生して道内に溢れる可能性を全く考慮せずにただ棺に入れて収めたら、都合よくミイラになっていた。 ということがあるだろうかという点で、自然ミイラという説に疑問を呈している。これは、三体のミイラとも指紋には、家紋が多く、頭が丸顔で噛み合わせも日本人的で、三体とも、日本人の骨格であると推定されたことから、極めてアイヌ民族に似た観光である有力者のミイラ作りと藤原氏のミイラを関連づけるかの問題がかかっている。森平は、何代かの和人との認で、 藤原氏の骨格は日本人化したが、精神や総裁の観光で、アイヌ民族の風習が残ったのではないかとしている。遺体を収めていた棺、木製金箔押しや副葬品については、調査結果から右段が元平、左段が秀平のものである可能性が高いと見られている。自伝とは左右逆。蒸気学術調査に参加した石田茂作。 美術史によると、左段の木管のみ、漆のりの前に床下地を施しているが、これは進んだ技法であり、三つの棺の中で最も時代が下がると見られることから、これが三代、秀平の棺である可能性が高い。なお、遺体や棺が一目に触れたのは1950年の学術調査時が初めてではなく、江戸時代にも道の修理時などに棺が点検された記録がある。 相原智直とモナオが、安永年間、1772から1780年に表した。平泉雑記によれば、元禄十二年、1699年、金色堂の修理時に棺を移動している。1950年の調査において、安平の首桶から百0個余りの蓮の種子が発見された。種子は、蓮の権威であった、大賀一郎。 1883から1965年に託されたが、発芽は成功せず、その後1995年に、大賀の弟子にあたる長島時子が発芽を成功させた。安平没811年後、種子の発見から50年後にあたる2000年には、開花に至り、中村寺ではこの蓮を、中村寺蓮と称し栽培してる。棺と共に収められていた、副葬品には、 白装束と枕のほ東王剣類、粘樹などがあり、他に類例のない貴重な学術資料として一括して重要文化財に指定されている。副装品には土風のものと数の製の刀装具のような地方色の現れたものがある。棺は被馬材で内外に金箔を押す。金箔の使用には金色堂の建物自体に使用された金箔と同様。 遺体の生成、正常性を保つ象徴的意味があるとみなされている。中央団の赤木塚担当は、刀身に金銀造眼を施したものである。刀身への造眼は上古刀には散見されるが、平安時代には珍しい。錦などの列類も断片化してはいるが、染色遺品の乏しい平安時代の作品として、貴重である。道内安置の仏像についてみると、中央団。 右段、左段ともに、阿弥陀三尊像、阿弥陀如来座像、観音菩薩立像、聖子菩薩立像を中心に、左右に三区ずつ、計六区の地像を菩薩立像、六地像、手前に二天像、持ち区二天、像頂天を廃し、以上十一区の仏像から構成される群像を安置している。ただし、右段の二天像の内右方、向かって、左の増頂天像は失われ、 現在安置されている銅像は近年の補作である。また、右段の阿弥陀如来像は、金色銅本来の像でなく、構成よそから移入された像であるとみなされている。したがって、金色銅本来の仏像で現存するものは、計31区である。中央段と左段の阿弥陀如来像は、膝前で両手を組む、上院を結ぶが、 右段の阿弥陀如来像は右手を上げ左手を下げる、ラインで、造行も一回り小さく、金色、と本来の像でないことは明らかである。造行は、中央段、阿弥陀如来像が 62.5cm、左段、阿弥陀如来像が 66.1cm、右段、阿弥陀如来像が 49.0cm で、その他の所像の造行は60から 70cm 台で、ある。 金色堂は、江戸時代にも修理が行われ、元禄十七年、1704年には、江戸にて、金色、堂書物の出外帳が行われており、選択委員文書、こうした機械に仏像を移動した際に、混乱の生じた可能性がある。また、江戸時代に、阿弥陀如来像のうちの一区が、東南にあったことも記録されている。平泉崎。趣味団内に安置される遺体は、中央団が、 藤原清平、右段が2代、元平、左段が3代、秀平とするのが通説である。清平は、大治三年、1128年没。元平は、方言二年、1157年ごろ没。秀平は、文治三年、1187年没で、約30年の間隔を置いて没している。趣味壇上の3組の仏像群も、 上記三名の没年の前後に造立されたものと推定されているが、現状の仏像の配置は、必ずしも平安時代のままではなく、後世に入れ替わった部分が多いとみなされている。各像はいずれも、寄席作り、または、一期割新作りで、失白を施し、溶剤はカツラ、檜バ、ヒのキの三種がある。各像の様式、溶剤、清瀬法等から、 おおよその制作年代が推定されている。上述の通り、金色道内の中央段、右段、左段に安置された仏像群の配置は当初のままではなく、後世に一部が入れ替わっている。所蔵の国宝指定、2004年時の文化庁の解説によると、仏像群の本来の組み合わせと配置は以下のように考えられている。 中央団の阿弥陀如来像は、丸顔で典型的な上調用を示し、上調から三代目の演税などの演破物資の作風に通ずるところがあり、12世紀前半の制作とみなされることから、中央団の本来の本尊と思われる。中央団の両脇地蔵も、阿弥陀如来像と一具の作とみられる。一方、二天像に着目すると、中央団の二天像は全体に細身で、 腰を強くひねり、片足と片手を高く上げ、袖を大きくひるがいすなど、激しい動きを表す作りである。これに対して、左段の二点像は、穏やかな体勢である。右段の二点像、一区のみ原尊はこれらの中間的作風を示す。福島県岩木市白水阿弥陀堂の二点像、英略元年、1160年頃の作が金色堂。 中央断像に類似することが指摘されており、様式から見れば、中央段の二点像は12世紀半ばの作と推定される。左段の恩恵な作風の二点像は、これより時代が上がり、中央段の阿弥陀三尊像と一具のものと考えられる。一方、右段の二点像、一区のみ現尊は、平安時代最末期の像像と見られる。六字像像については、 作風や清瀬の技法などから見て、左段の六地造像,像が、中央段の阿弥陀三尊と一具であったものと見れる。以上のことから、中央段の阿弥陀如来像と両脇地蔵、現、左段の六地造像,像、現、左段の二天像の十一区が、本来の一具であり、金色道場旨の千百二十四年頃の作と見られる。これら十一区はいずれも木材の石り、または、 一木割り新作り、一木割り萩作りであり、丸顔で腹部に厚みを持たせた造形で、作風や材質にも共通性がある。中央段の阿弥陀如来像は、頭体を通じ小中線で左右に二材を剥ぐ、寄席作りである。一方、左段の六次像像のうち一区はやはり左右に、材による寄席作り、残りの五区は一木を左右に割った、一木割り新作りであり、 このように正中線で左右に割る技法も共通している。残りの像についてみると、左段の阿弥陀如来像の細表の瞑想は、右段の両脇地像のそれに通ずるところがあり、これらが本来の一部であったとみられる。また、右段の両脇地像の細身、腰高で頭部を小さく作るプロポーションは、中央段六地像像及び、中央段二天像と、 共通するものがある。したがって、左段、阿弥陀如来座像、右段両脇地像、中央段六地像像、中央段二天像の十一区が本来の一部と推定される。これらの像はいずれも桂材の一級割り新作りで、材質、構造の点でも共通性がある。これらは元平が没した1157年頃の作と見られる。がって、 残る、左段両脇地蔵、右段二転、像、二句のうち、もちくに天像のみ現存、右段六地蔵像が本来の一具となり、これらは平安時代最末期、秀平らが没した1187年頃の作ということになる。これらの像はいずれも一級割り新作りであるが、用材はまちまちである。すなわち、両脇地蔵は、非和と思われる材。 もちくに天像はヒノキ、またはヒバと思われる材、六地像はカツラ材は四区、ヒノキ材とヒバ材が各一区となっている。以上を整理すると、中央段の阿弥陀三尊像と左右段の両脇地像は、本来の位置にあるが、本来右段にあった阿弥陀如来像が左段に移動しており、六地像像と二天像については、本来中央段にあった像が左段に、 本来右段にあった像が中央段に、本来左段にあった像が右段にそれぞれ移動していることになる。なお、以上の説明は、右段を元平段、左段を秀平段とした場合のものであり、次元通り左段を元平段、右段を秀平段とみなした場合は、説明が異なってくる。中尊寺観光の図録、世界遺産、中尊寺の解説。 浅井和春執筆では、次元通り左段を、元平段、右段を、秀平段とみなしているが、いずれの像を、本来の一部とみなすかについては、国宝指定時の文化の解説と同様である。中村寺金色堂々内具として、以下の物件が、国宝指定を受けている。用語説明。金色堂々内所蔵及び、天外31区、三面。 中村寺金色堂々内具。金色堂趣味団内納め置き質疑及び副装品。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。